ありです。はい、それでは試乗編いきたいと思います。今回乗っているのはルノーメガーヌ RS ウルティムというモデルになります。ウルティムっていうのはフランス語で最終的なとか最後みたいな、そういう、まあ、ラスト最後っていう意味が込められた言葉なんですね。なのでこのメガーヌRS ウルティムというのはもうメガーヌ最後だよっていう車両になります。ファイナルエディションですね。このファイナルエディションは1976台限定で発売されました。なんで1976台だけっていうお話なんですけれども、まあ、ちょっと内外装紹介で少しお話しさせていただいたんですけど、ルノーのねスポーツラインが1976年に登場して、でまあ、今回もうアルピーノと統合する、スポーツラインはアルピーノに全部お任せするっていう話になったので、まあ、ルノーモデルとしてはスポーティーラインラストだよねということで、その始まりを1976年、ちなんで1976台のみ全世界で限定販売するそうです。でこの車両は7番目の車両ということで結構若くて驚きました。いやメガーヌね、本当に私はシビックタイプ R に乗ってるので、あれなんですよ、シビックタイプ R とメガーヌがずっとニュルブルクリンク最速記録を争ってたんですね。まあ、そのくくりは FF モデルっていうくくりだったんですけど、まあ、そこでねメガーヌが勝ってタイプ R が勝ってみたいな、その攻防がね行われていたので、やっぱり自分の車とも身近に感じる車だったので、ちょっとそれが終わってしまうっていうのは少し寂しい気持ちがしますね。で乗った感想なんですけど、まあ、このウルティムね、本当に車ってやっぱり走る喜びとか走る楽しさでワクワクさせてくれるような、こういった気持ちってやっぱこういう車から感じるよねっていうのを再確認させてもらえるような、そんな車になってるかなという印象です。例えば乗り込んでからのこのバケットシートね、レカロシートなんですけれども、まあ、この肌触りもいいですし、すっぱりと入り込むようなこのシート形状もやっぱりおいいなっていう気持ちがしますよね。ステアリングもかなりスポーティーに仕上がっていて、ハドルシフトもとっても長いですね。車両紹介でもご紹介したんですけど、もうこういうエンジンをかける前から乗り込んで、あっってなんだろう、ワクワクさせてもらえるようなそんな作りになってるなと思いました。でね、エンジンをかけるとまたこの音がいいんですよ。センター出しのマフラーなんですけど、後ろに回ってみるとまたそれもいいし、エンジン音もいいし、本当に車好き、走りが好きな方の心をくすぐってくるポイントが本当にたくさんあります。これが最後になってしまうのが本当に寂しいですね。私も余裕があったらちょっとこのウルティム行っちゃいたいなって思うんですけど、はい、もうそれぐらいいい車ですね。やっぱり車に求める価値観っていろいろ人それぞれ、そして車それぞれあると思うんですけど、この車は本当に車が大好きな人、そして走りが好き、そういった方に向けては本当に刺さる車じゃないかなと思います。私の視聴者さんもかなりスポーツカーが好きな方多いので、多分皆さんに刺さると思います。で今はセーブモードという、まあ、大体一般的に言うエコモードで走ってるんですけど、まあ、それでも十分サウンドも楽しいですし、走りもね力強く、なんか速いですね。踏み始めから結構加速していく感じがあるんですけど、モードを変えると本当にねまた違った味が出てくるんですよね。スポーツモードに変えてみると、もう踏み始めからあ、やっぱさっきのはセーブされてたんだなっていうのを実感するぐらい、セーブモードでも勢いを感じたのにセーブモードが可愛く感じてしまうぐらい走りが本当にスポーティーで、もうこのままサーキットに持ってっちゃえるんじゃないかなという走りをしています。やっぱりこれだけ加速がいいと120キロ制限区画の高速道路とかあえて走りたくなるなと思いました。やっぱりこの持ってるスペックを生かす場が一般道にはないので、
制限速度もねあまり高くない道だとこの車両の良さっていうものをあまり引き出せないので、まあ、もちろんサーキットが最高峰だと思うんですけど、ちょっと高速道路とか乗ったら日常も楽しくなるんじゃないかなと思います。でやっぱり走りの面はねとても素晴らしいっていうのもあるんですけど、機能面も意外と思った以上に最先端で使い勝手が良かったです。例えばApple CarPlay なんですけど、ワイヤレスでも接続できるようになっています。なのでケーブルがない時とかもそのまま携帯電話スマートフォンを持ち込んで運転してしまえば、 Apple CarPlay をワイヤレスでつなぐことができるので、そのまま Google マップを使用したりとかそういったこともできるので結構便利だなと思っています。今まで乗ってきたルノー車は割と横長のディスプレイが多かったかと思うんですけど、こちらは縦型のナビになっていて、これもまたタブレットを見てる感じですごく見やすいんですよね。こういったところもなんかあれなんか走りに振り切ってるんじゃなくて、こういうあの使い勝手っていう部分もかなり機能充実してるなと思いました。踏んでみたんですけど、いやもう音とともに後ろからもう背中ら辺からグッとなんか突き上げてくるような、そういった加速がやっぱりもうこういうスポーツカーはねいいですよね。いや楽しかったです今で。ちなみにこのウルティムはマニュアル車とオートマ車両方ありまして、こちらはオートマのモデルを試乗しています。でやっぱりマニュアルの方が楽しいんじゃないかっていうなんか勝手な予想があったんですけど、オートマはオートマでシフト操作を全く意識しなくていいのでハンドリングに集中することができるし、むしろシフト操作で足も忙しくないからマニュアル車に比べると、なのでなんかね音を聞いたりとか、なんかこの車にかかる G とかそういったものを確認しながら、そういったところを楽しみながら遊びながら運転できるかなと思いました。なのでオートマにはオートマのなんかスポーツカーの魅力があるなと思いました。最近はラリーカーとかでもオートマ車使用する方も多いみたいなので、なのであえてマニュアル車を選ばなくともオートマ車を選んでも結構満足できるかもしれません。見た目もかなり好みなので、私下に下部にボリュームと重心があるようなそういった車が好みなので、まあ今フォレスターに乗ってるんですけど、でもやっぱりこういうスポーツカーを乗ってみるとやっぱりいいなって思ってしまいますね。皆さんもぜひちょっと最終形のウルティム、メガーヌ RS ウルティムちょっとねぜひ試乗とかしてみたらどうでしょうか。もう私の視聴者さんスポーツカーが好きな方多いっていうの分かってるので、もうぜひ一度乗ってもらいたいです。もう買える期間がね短いので、後から欲しいってなってももう限定1976台で決まってしまってるので、今在庫あるうちに試乗してもらって、ちょっとこの私が感じた良さっていうものを皆さんにもねご共感いただけたら嬉しいなと思っています。はい、ということで今回は試乗と車両紹介両方お届けしました。今回もご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。